そして後半はですね、昨年までと同様にあなたの夢の実現を応援しますということで、夢を持ってらっしゃる方に夢を順番に語っていただきたいなって、こんな風に考えているわけなんです。今日もとっても素敵なゲストにお越しいただいてますので、早速そのゲストの方をご紹介したいと思います。では皆様にご紹介いたします。マーキュリー物流の菅谷社長、よろしいですよね。こんばんは。ようこそお越しくださいました。はい、素敵なナイスガイなんですけれども、はい、菅谷さんはどんなお仕事を今されてらっしゃるんですか？はい、一言で言いますとですね、はい、中小ベンチャー企業の経営コンサルタント兼、はい、世界最小の総合商社ということをやっております。すごいですね、はい、世界最小なんだけれども、はい、素晴らしい総合商社をなさってらっしゃる、はい、で私先ほどちょっとお話を伺って、はい、まあ、素敵だなって思ったんですけども、すでにもうある程度実現はされているけども、はい、ずっと続けてらっしゃる素晴らしい夢が終わりということで、はい、これについて少しお話ししていただけますか？わかりました、はい。まあ、今から遡ることですね、24年前なんですけど、はい、まあ、私がかつてですね、世界最大の総合商社と言われている三井物産、まあ、企業内企業家ということで、テレマーケティングの会社のですね、はい、もしもしホットラインって有名ですよね、買った名前なんですけども、はい、この会社をですね、一人でゼロから、まあ、立ち上げましてですね。ゼロからお一人でだったんですね。そうですね。私も社名は存じ上げていたんです。あ、そうですか、ありがとうございます。三井物産の中での、はい、社内でのこう企業からスタートされたっていうのは、はい、実は菅谷社長先ほど伺って初めて知ったんですよ、はい。で、企業な企業って今では当たり前に耳にする言葉ですけども、はい、24年前といったらまだまだ走りの時代ですよね。まあ、そんな名前も出てませんね、はい、それをお一人で、はい、で社内の中でそういった新しいものを立ち上げるってやっぱりかなりご苦労あったんじゃないかなって思うんですけども。まあ、そうですよね、はい、それをそこまで大きな企業体として成長させる元を作りなられた、はい、そうですね、はいはい。でもそれはどんなきっかけで、どんな夢がおありでそんな風になられたんですか？まあ、もともとですね、このテレマーケティングのですね、会社を作ろうという、そういう、まあ、ベンチャー企業がありましてね、そこでぜひ、三井物産の力を借りて、はい、ぜひやっていきたいと、はい、新しいカーブの中で、新しいテレマーケティングの会社をですね作りたいっていう、そういう申し出がありましてね、はい、でたまたま私はそこに、社内の人事異動で移ってきて、で上司からですね、じゃあお前やれということで、はい、まあ、任命されまして、はい、で私はそのベンチャー企業の、会社の社長とですね一緒になって、新しいですねテレマーケティングの会社を、はい、まあ、作りを始めたということですね。なるほど、はい、でそこがスタートラインとなって、ベンチャー企業というそのフレーズにこだわり続けて24年という感じですよね、はいはい、そうですね、まあ、当時はあまりベンチャー企業という名前すらもなかったですね、昔はなかった時代ですよね、はい、でもそのベンチャーという部分に特化されていらっしゃるのにも余裕がおありだということを先ほど伺ったんですけども、はい、そのあたりお聞かせいただけますか？ですね、この、まあ、企業、新しい会社を作るというところですね、ものすごくですね、喜びをですね、に感じたわけですね。なるほど。今までは自分の職場でもってですね、社内の人事異動で、はい、まあ、新しい職場に行って、そこで、まあ、要はまた新しい仕事をやってですね、っていう、そういう、まあ、一つのこうキャリアを積んでったんですけれども、全く新しいところから作り上げるっていうですね、その喜びっていうかですね、このゼロから物事を作っていくっていうこと、ものすごく楽しいんですよね。楽しいですよね、はい、その気持ちはすごくよくわかります、はい、私自身もですね、実は昔イベントをやっていたんです、はい、ですからやはり何もないところで、はい、クライアントさんやお越しいただくお客様のために作り上げていく、はいはい、大変ですけど楽しかったです。そうですね、はい、まあ、当時はいろんな誤解もありましてね、もしもしホットラインなんて変わった名前なんで、三井物産の管理部門からなんか物産がテレクラでもやるのかというぐらいで猛反対くらいましてですね。そうだったんですか。勘違いされたなんていうのもありますけれどもね、はい、それも今となっては懐かしいエピソードですね。そうですね、はい、でまあ、その会社も、まあ、東証一部に上場しまして、今従業員ですね、はい、パートも含めて2万5000人のね、もう大企業になったと。本当にすごいですね、はい、ということはそのゼロからっていうスタートですから、はい、そこまで雇用拡大するっていうことですよね。そういうことですね、はい、いいベンチャーがいい形で成長していくと、はい、新しい需要と雇用が生まれる。そういうことですよね。素晴らしいですね、はい、
だから今ね、民主党の関ね内閣でもってですね、はい、雇用雇用ってなんか叫んでますけども、叫んでもですね雇用生まれませんから絶対。確かに、はい、実際に働く場がなければ そうです。そこには雇用というか働く人たちが集うことが不可能ですもんね。そうですね、はい。でも本当に先見の明があって時流に合った便長が、はい、いい形で花開いていったら、はい、今菅谷さんがそうやって育ててらした、はい、もしもしホットラインのようなことも起こることは可能であるということですよね。そういうことですよね。だから例えばその会社がですね、そういうベンチャー企業は10社できただけでね、2万5000人かける10社で25万人になるわけですから、大変なその今のね、こう非常にこう暗い冷え込んでしまってる景気にですね貢献するわけですよね。だからやはり今非常に閉塞感があってですね、この暗い日本をね、明るく元気にしていくためにはやはりベンチャー企業をね、どんどん起こしていかなきゃいけないだということですよね。そうですね、はい、なるほど、はい、だからベンチャー企業っていうこだわりがそこに生まれてくるんですね。でしかもベンチャー企業の場合、はい、やっぱりその何か特化した何かがあるわけでしょうけども、はい、そういうことです。そこだけがやはり特化していて、はい、それだけではやはり仕事にはならないということですよね。まあ、よくベンチャー企業の世界はですね、戦慄っていうわけですよね、はい。まあ、戦の事業をやってですね成功するのは3つの確率だってよく戦慄の世界って言いますけども ね、 ね。で私もそのちょうどもしもしホットラインを作った時が、そのベンチャー企業ことの、まあ、スタートラインだったんですけども、それ以上それ以来ですね、24年間にわたって、はい、まあ、100社120以上のベンチャー企業家のですね経営者といろんな形でもってですね接点があるわけですよね、はい。まあ投融資から M&A、それから経営コンサルタント、はい、新規販路の開拓研修とかですね、はい、いろんな形で変わってきたわけです。素晴らしいですね。でもそのベンチャー企業が本当に成功していくために必要な要素、はい、これを菅谷さんがお持ちだと思うんですけども、ズバリそれは何ですか。ベンチャー企業家というのはですね、一芸に秀でてるんですよ、はい。ところが一芸だけじゃダメなんですよね、だって事業成功していくためには、はい、その一芸以外のたくさんの要素がいるわけです。そうですね。例えばよく私は車のね運転に例えるんですけど、はい、車乗ってですね一芸に秀でるっていうのはアクセルの部分なんですよ、はい、車の。だけどどうですかって、車をねアクセルだけ踏んでったらどういうことなんですかと。事故っちゃいますね。事故っちゃいますよね、はい、と。そしたら当然車を例えばやるときにはですね、まあこう悪路もあるだろうし、天候がね、悪くなったりしたりすると、適度にブレーキ踏んだりとか、それからハンドルもですね、うまく操作しないといけないですね。操作して適度な遊びがなかったらいけないとかですね、はい、こういうことですよね。だから企業の経営もですね、車の運転と似てるんですよね、はい。だからある時は 順風満帆にわっていく時、それはまあそのアクセル踏んでもいいけれども、うん、だけどいろんなね、はい、失敗したりとか何とかあった時にはそこは適度にブレーキをかけたりとかいうことをやんなきゃいけないわけですよね、はい。だから私のその役割というのはまあそこのですねコンサルティングなわけですね。コンサルティングでそのブレーキの踏み方とか、それからハンドルの操作の仕方とかですね、はい、こうやればですね事故らないよとかいうことをやりながらアドバイスしていくっていうのがですね、はい、私の役割なのかなと。でさらにたくさんのこう交友関係を持ちでいらっしゃるので、ベンチャー企業一社だけではやはり難しい部分を周りの支援する、はい、いろいろな企業であったり団体であったり人脈をおつなぎするというのにも長けていらっしゃるんですよね、はい。そうですね。私自身今、自分が主催している異業種交流会で4つありますから、はい、毎月やってますんでね。素晴らしい、はい。だから今日もそんなご縁の一つでですね、この番組に登場させていただいたんですけどね、ありがとうございます、はいはい。そしてそんな菅谷さんが今とても注目されていらっしゃる一つの技術といいますか会社が、はいはい、AR、はい、アルファベットで A と R で AR という技術だそうなんですけども、はい、私もですね動画を拝見させていただきまして、はいはい、ちょっと今立ち上がらなくなっちゃったんで申し訳ないんですけどもはい、いろいろな技術が今たくさんありますけども、これはオーグメンテッドリアリティ、はい、ね、まあ、日本語に訳しますとね、拡張処理、画像処理技術の略ですね、はい。今これトレタマですね、はい、トレンド卵と、はい、いうとこの動画を今、はい、毎日見てますけど、ね、はい、画面が出てきてるんですけども、ここの中の動画で紹介されているこの AR の画像を見て私びっくりしたんですよ、はい。今
YouTube でご覧の方にはご覧いただけるかもしれないんですけどもね、写真をあるソフトを使って取り込むことによって、はい、3D としても飛び出してきてるんですよね。これは 3D ですよね、はいはい、でこの 3D にたった1枚の静止画像が 3D 化されてしまうというのもすごいですし、ですよね、それ以外にもある映像をこう、はい、携帯電話とかの端末で撮ってしまうと、はい、その携帯で電話の端末にソフトが入っていたら、はい、いろんなこう表現がこう出てくるんですよね。す動画でもいいしね、はいはい、例えば今ね、あの去年は AKB48 って、一応私も名前知ってますからね。素晴らしいこのラジオ局にも出演されてるんですよ。ですか、はいはい、で例えば彼女たちのですねチケットをね、はい、携帯でパッとかざすと、はい、じゃあ彼女たちのね、楽屋裏のですねそういう動画がね流れてくるんですか。見えたらそれファンとしてたまらないですよ、ね、めっちゃめっちゃ嬉しいでしょうね。嬉しいですよね、はい、こういうのが一つの AR 拡張画像処理技術なんですよね。なるほど、はい、一つの画像を認識したところから、はい、それに関連するものがどんどん飛び出してきちゃうって感じでしょうかね。そうです。例えば去年はあの龍馬ブーム出してね、例えばあの土佐のね坂本龍馬の銅像の前にパッてかざすとね、その音声ガイダンスが流れてきますと。すごいですね。でその時にね、あの、まあ、日本語だけじゃなくて、はい、例えば英語とか中国語とか韓国語とかね、そんなことが可能なんですか。そうです、外国人も嬉しいですよね。それはね、自分が普通に持ってる携帯電話を、はい、パッとかざすかざすだけ、はい、で音声が流れてきちゃう、はい、そんなことを実現することができる技術がこの AR っていう技術なわけですね。あとバーチャルでもいいわけです。例えば皇居行ってね、かざしたら、昔の江戸城がねパッと出てきてたらびっくりしますよね。すごいびっくりです。これバーチャルの世界ですよね。そんなこともできちゃうんですか。できちゃいます。いやなんか本当に SF 映画の世界ですよね。 そうそうそう、はい、それがもう現実に身近な携帯電話という端末で、はい、もう処理してできちゃう、そこまで来てるわけですか。そうですね。それをお持ちのベンチャー企業の社長さんを今応援してらっしゃるって、そんな感じなんですか。そうですね。これどうなっちゃうんでしょう。はい、でこれ今この番組のタイトルはシンクロじゃないですか、はい、で、この私は AR って言葉を聞いたのは、あるあのベンチャー企業の社長さんから、菅谷さん今年これから AR って流行るよって言ったら、はい、その後に私はトレタモで AR やってたんです、でそのすぐ直後に今度はこの AR のベンチャー企業の社長、まあイデアレスクって会社なんですけども、はい、そこの社長と知り合って、でまあたまたまですね今日この木場のこのスタジオにですね来る前に、そこの社長さんから電話かかってきて、もうめちゃめちゃシンクロじゃないですか。菅谷さんちょっと今日あの菅谷さんと相談したいことがあるんで、ちょっとね ご相談、今日あの都合どうですかって聞こえたところ、じゃあちょうどこのスタジオでね、たまたまこのね、シンクロプラスナイト、そうでこのねあの説明をねリアするとこなんだよって言ったら、って喜んでくれて、それはそうですよね。で今日このスタジオ撮影終わったらですね、その彼のところにあってですね、はい、その相談になる話になってるんですけどね、これも シンクロですよね。まさにシンクロですよ ね。でも実際にある人の噂話をしていたら、その方からメールが来たりとか電話がかかってきたりとか、場合によってはその人が登場してしまうなんてことありません？ありますよ。だからそれはまさにシンクロですよね。シンクロの連続ですから。はい、あと私が応援してるベンチャー企業の会社の名前がシンクロって会社もありますからおかしいですね。でもやっぱりこういうことが日常的に起きて、それぞれがこう楽しく成長し合っていけたらば、本当に日本の未来の暗さなんか吹き飛んじゃいますよね。ですよね。はい、ということはやっぱり菅谷さんみたいな社長さんがますますいろんな方を応援して、いろんな会社を元気にしていって、雇用拡大、これをしていただくことで、世の中はやっぱりすごくいい形に発展していくんじゃないでしょうか。いやと思いますけどもね、はい、じゃあやはり今の当面の目標は、24年前から引き継いでいるこのベンチャー企業を応援して、日本を本当の意味で元気にしていく、これが夢って言っても過言ではないでしょうかね。そうですね。あの一社でもね、多くねそういうベンチャー企業の成功者をですね、出すことによって、まあ要は雇用の拡大につながっていく、本当日本がどんどん元気になっていくじゃないですか、まあそれが私の夢なのかなというふうに思いますけれどもね。わかりました。素敵な夢を本当に今日ありがとうございました、今日その後の打ち合わせも本当に私も応援しておりますので、頑張ってください、またあのこの後の、結果もまた後々お知らせいただけたら嬉しいなと思っております。分かりました。よろしくお願いいたします、杉谷社長でした、